半婦里戸籍、大宝二年小野国家門群半婦里戸籍とは、奈良時代の702年に作成された現存品では、日本最古とされる戸籍である。国の重要文化財、小野国家門群半沼の座とは、現在の岐阜県家門軍富家町羽部にあたると、考えられている。28.8センチメートル横21.3センチメートル、西から、 なる古籍簿の段階で、律令の規定に従い、美の国内で三部作成され、奈良の都に送られた二部のうちの一つとみられるが、保存期間を過ぎてから理念が748年に、全部、ホッケ行領市密呂町という社協関係書類に転用されたため、破棄されずに伝存したとされる。正倉院に保管されていたが、千年以上経った明治時代に外部に流出した。原本は、 三重県内の個人所有とされており、1978年6月15日付で重要文化財に指定されている。千葉県桜市国立歴史民族博物館が写真複製品を所蔵。また富香町の富香町郷土資料館にも複製品が展示されている。1977年、富香町役場建設に伴い発掘調査が行われ、6世紀後半から8世紀に、 かけての縦穴住居などが密集する半布里遺跡が発見された。この集落遺跡は8世紀の建物数が最も多く半布里戸籍の作成年代に近いため戸籍に記載された半根の里ではないかと注目された。ありがとうございます。